よくさなんかあのワンちゃんとかをこうなんつうのか調教してあのなんかこうパトロールさせたりなんか救助犬に使ったりまあいろいろやってんじゃないあれをなんかこう讃える人ってたまにいいんじゃないなんか「すごい」とか「頑張ったね」って表彰されたねうわ怪我したね人間のために怪我してかわいそうにでもよく頑張ったすごいよ立派だ」って言うけどあれ違うんですよね。<laughs> あのね俺から言わせると間違ってるんですよもちろんあのいろんな意見あると思うけどでも間違ってるんですよだいあの根本的なあのバックして戻ったら結局人間が全てをめちゃくちゃしてるこれはどんな理由を並べてもめちゃくちゃしてるんです全てはね人間が都合のいいように並べるんです 人間だけが可愛いとかかわいそうとかすごいとか人間だけしか思わないんですこんな感情がだからそういうことを思っちゃうんですけども実際例えばそのワンちゃんがその人を救ったとか表彰を取ったとか <laughs> 望んでることじゃないでしょよく考えたら人間の勝手な都合なんです 人間の勝手でいろいろこう品種改良されてどん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 ワンちゃんも猫ちゃんも立てまあ今ワンちゃんと猫ちゃんの話だけどもしてるけども増やされて人間の楽しみですよそれも全部そうして調教,者調教されいろんなとこに行かされてやつらにも家族だって友達だっているんですよみんな。 だから一番大事なことは地球に耳を傾ける傾ければおのずとして答えに行き着くんです人類が一番いちゃいけない地球上で生命体なんですそれに気づかないと直せるもんも直せない 人間だけが持ってる感情論だけで全てを解決しようと思っても絶対にできないんです。人類は目を覚ませ。